簡単。はい、これ赤大根。可愛い赤。長崎赤大根や諫早四月大根、長崎赤株。古くから栽培され、くんちなど長崎の文化とも密接に関わる伝統野菜です。収穫されたのは、長崎大学の公開講座で受講生たちが育てた伝統野菜で、このうち諫早四月大根は、鎌田栄一郎准教授が7年前に農家から種を譲り受け、栽培を続けています。収穫の後は伝統野菜の大根と一般的な大根の食べ比べも行われました。同じ大根でも全然みずみずしさとか甘さとか違いました。生でもこう食べられるということで非常に美味しく、伝統野菜にはその地域の風土であったり文化であったり密接に関係しているので、それをこう長崎のアイデンティティとして市民の皆さんに受け継いでもらいたいなと。今回収穫された伝統野菜の種は来年度以降の公開講座で栽培され、次の世代へ受け継がれていくということです。